はい、ということで先に告知がありまして、1月18日僕たちなんとラーメン店長やることになります。お店の詳細とかは下の概要欄に貼っとくんですけれども、数量限定でコラボ T シャツが出るんですけど、やばいっすな。なんとですよ、お店側のご好意で無料でプレゼントされる。無料ってだけ。ちょっとそのデザイン見て、はいはいはい、こちらです。表がね、このラーメン屋さん。おお、後ろなんと、はいはい、ST とコラボで。うわぁ、やばいっすね。すげえ、やばいっす。本格博多豚骨ラーメン一慶さん、先に試食してきました。おー、めちゃくちゃうまい。おー、うまいよね。本当にうまい。うまいから。いや、俺も正直オファー来た時に、はい、まずかったらさすがにリスナーさんに、うんうん、紹介するの恥ずかしいし、できませんって。私は、うん、もう食った瞬間にお願いします。うわ、食いてー。ラーメンいっぱい買った方がシャツもらえます。あ、なるほど。そこで、ね、もうラーメンいっぱい700円ぐらい。うわ、もう皆さんぜひ足を運んでください。お願いします。ブッス。いや、たこ焼きからの俺は別にブッスじゃないの。なんかでいいかって。あ、いじれないわ。いや、いじって。ピントが嫌がってない。イエーイ。たこ焼き130個ぐらい大食い大会。イエーイ。いつも僕がちょっと打ち合わせで忙しすぎる時のなぜか大食い客なんてケーキを販売。今回はまあみんな知ってると思うけど、一番俺飯食う人だから。やめとけよ。たこ焼きに関してはもうすごいの。焼肉行って焼肉たらふく食ってからたこ焼きを12皿食ったの。えもうガチなの。12皿って一つ言うと1皿に1個乗せてる。何してんねん。マネジメントチームが1人1人ずつついてます。完璧です。噂は聞いてるから。外役すぎてちょっと叩かれたらしい。それでもやっぱめげないで外役やってたとこ見て、俺はこいつ本物だ。わー、今日帰ってきます。水の発生のこれなんでね。いただきます。はい、いただきます。いただきましょう。見てこれ、記念すべきよ。ふふっ。おー、勝ちました。外役勝ちました、勝ちました。たこ焼き、たこ焼き。後ろにたこ焼きいるよ。すげーいいから。後ろにお前さ、お前ペース持たないよ。どうも、たこ焼きです。あー、たこ焼きだ。そんなダイソンかよ。計測はもう我らがちゃんとしたい。だからマネージャーがいるんだ。そういうことでございます。じゃあ、行きましょうか。マジで正義結果も。やばい。余裕7。はい、かけて。7。8個目、8個目、8個目、8個目。舐めて、舐めて。1回舐めて。うわぁ、うわぁ、うわぁ。次が10。次10。12。13個目。20。大丈夫、正義さん。これ絶対違うと思うけど、一回箸置いてた。はい、21個。もう、かつおしそう。終わりの間。やらないの。じゃあ、これメンタル論。メンタル論。頑張っております。全面ダウン。18ってことはないぞ。42。どういう計算したらそうなったの。あ、いっぱい終わってんもん。終わってねえよ。おい、お前ら話してるうちにはこっちはもう32個終わってんだよ。生田のこの大食いをやってきて分かったわ。こいつ喋り方がね、この時ね、腹いっぱい。うん、はい、ワンパートに完食。おう、攻めちゃう。次もう、次もう。もうビャーってやれば。もう初めて会場来たけど相当邪魔やろ。めっちゃ邪魔。36個完食。ババババーン。12個ぐらいで。あと、じゃあもうヘイマタックだよ、多分ここから。上げろ、スピード上げろ、上げろ。俺らゆっくり大丈夫。何で自分のペースだよ。体調崩さんけりゃいいや。じゃあ、1個ずつマイナスしておくか。これで俺の勝ち確定だ。意味が分かりません。余裕。
ちょっときつくなってきた。おー、あれ、おー、じゃあマジ今回ここまで来たら完食しよう。戦いつかいの概念捨てよ。いや、おかしいおかしいおかしい。違う協力してね。俺が強すぎることが分かったから。いや、やめろやめろ、圧倒的猛者感やめろ。勝ち負けじゃねえんだよ、世の中団体の力だろ。負けじゃん。あと何個？4個。えぐ。あと4個。カップ麺でもね、大輝圧勝だったしは。うん。得意得意ってあると思うわ。寝だしたぞ。おお。大食いに大事なのってやっぱりその麺とか。あ、補正のやつもお前。補正やつも寝だし。俺はお前のために戦う。頑張るぜ。頑張るぜじゃねえ。お前はこの流れやったら寝た方が面白い。あー、出た出た出た。タコって寿命が短いからダメなんだけど。早く食えよお前。寿命が3、40年あったら海底都市ができてたって言われてるんだよね。そうなの？そう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 。え、食いつくな。めちゃめちゃ知能。何十億か。あいつだけなんて頑張ってる。こんなやばいの？お前結構やばい。やばいよねこれ。食えるんだけど。いいの書いてっていう感じ。なんでお前脅してんの。はい、46個目強いよね、やばいよね。いや、マジでやばいから、ね、いや、だってこれたこ焼き8パックよ。それも銀だこってめっちゃでかいから。でけえし、うん、珍しいよね、タワーボール。多分だけど、横のやつのせいだよ。一番の外役が横にいるからだよ。やばいよ、これもう食壺が。あ、されされされた。きたきた。25個目バカー。でかい。39、39。いや、でもマジきつい。でももう食えない。無料。作戦通りだな。いや、もう俺らのパートナーですら引っかかって気づいてるのは2人だけ。まだ見てない。これがもう2人超えてる。お前らのせいで珍しく強兵何もやってないよ。いや、本当にこの葛藤分かってほしい。こっち一箱だから。その葛藤、あと1個で。ああ、そういうこと。それだけは免れるっていう。あれ？だってこれ俺ら2つの分あるでしょ。じゃあ一個ずつマイナスしておくか。これで俺の勝ち確定だ。意味が分かりません。あ、送ってる。あ、そうだ、タコ行ってるじゃん。ごちそうさまでした。あ、わー、あ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 ー、そう、25個食ったね。勝ちだよね。勝ちではない。君はまだ戦っているのかい？おう、47個目いきます。いや、行ったらすごいよ。いけいけいけ。行ったらみんな高評価、チャンネル登録してくれるよ、これ。それだけは。これめっちゃ乳首に見えんだけど。超つまんない。いや、そう、行くぐらいつまんない。まだつまんない。行ったー。パーティー、2パーティー終わらせましたよ。おじふまけてほしいからと3つ食べて。視聴者には違った責任が必要ですよ。少なくとも俺はそういうプライドで過去臨んでたけどな。今日やばくね。自分に甘すぎる。シンプルに食べたこ焼きとかねちょねちょ系嫌いじゃん。俺もたこ焼きが一番苦手だからね。一番俺飯食う人だから。たこ焼きを12皿食ったもん。カップラーメンの次もう少し食べやすいだったらね。今まで何食べた？バイミー、寿司、ハンバーガー、牛丼。あ、牛丼とか俺もう超強い。ええ、終わったからこの二人仲良くねえか。ボロ負けだもん。じゃあもうなんでそんな食えるか分かんない。もう強すぎて見たくねえだな、いけた。俺、ちょ、あ、3個で。あと3個食べなかったら自動的に俺の印象になるから。食えよ。チャンピオン見せてよ。一番うざいやん。多分 SD の看板背負ってほしいわけよ、こっちからすると。これはすごいよ。テレテン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 テレテン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 。50個来ないと思う。そう。テレテン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 。お前が。いっちゃんちですよ、いっちゃんち。来てこら。テレテン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 。お前ら本気見せてくれよ。でも何が怖いって、俺らこの曲使ってない。50個食って最後ってやろうや。ほら、ほら、ほら。お前ら本気見てんだよ。俺らの希望はな、 ST の顔になってくれよ。お前に託してんだぞ。お前らがそう言って言うんだったらやるしかねえんだな。もうゴールは目の前だろ。行けよ。あーすごい。これで本当に2箱食べた。あと2つだよ。頑張ろう。記録、48個、38かな、25個でね、合計100
10個ぐらい食ったんかな。拍手拍手。じゃあ優勝は誰ですか。みんなかな。一番やるぞ。何これ。お前。はい、ということで48個完食の唾液が優勝。いやすごいわ。唾液すごいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、じゃ あと2個お願いします。はい、お願いします。お前 SC の看板立っちゃうぞ。好きになって信じたってどうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない。